かぐや姫、かぐや姫は、1970年代に活躍した、フォークグループ、神田川や、赤ち,ょうちん、妹などのヒット曲に加え、名残ゆきや、22歳の別れといった作品も生み出した。メンバーは、リーダーの南公設、ギター、山田パンダ、ベース、伊勢正造、ギターの3人で、それぞれが作詞、作曲及びリードボーカルを担当する。 1970年南高設、森新一郎、大島三平の三人で、南高設とかぐや姫、第一期、かぐや姫としてデビュー。代表作は、酔いどれ、かぐや姫など、読売テレビ、全日本歌謡選手権にも出場し4週勝ち抜いたが、次の週の挑戦を辞退。シングル3枚とアルバム1枚を残し、1年間の活動の後解散。 変調田原坂からグループ名が南高説とかぐや姫に変更された。理由は南高説が南高節と読まれたためという説が有力である。酔いどれかぐや姫、変調田原坂は織り込み100位以内に食い込む。なお、酔いどれかぐや姫は準レギュラーとして出演していた、桂三氏の逆さま賞、読売テレビの番組中、またはエンディングで3人が、 十二人絵姿で演奏していたのである。1971年高校の後輩だった伊勢と、カレーチフォークグループ、シリークスを脱退したばかりの山田と共に、南高節とかぐや姫、第二期かぐや姫を結成。1971年9月25日シングル、青春で、再デビュー。1972年3月、テレビアニメ、海の鳥ト,トン。 ABC の主題歌として、シングル、海のトリトンを、須藤理科、南高設とかぐや姫名義で発売。番組のオープニング、最初の6回までまたは、エンディング、7回以降で、須藤理科とかぐや姫がこの曲を歌う実写映像が、使われた。1972年4月20日アルバム、はじめまして発売。吉田拓郎らの協力を得て制作され、5万枚を、 売り上げる。1973年9月シングル、神田川を発売。深夜放送のリスナーから指示を得て、シングルカットされた、この曲は、最終的に160万枚を売り上げる、自己最大のヒット曲となる。この年、NHK 紅白歌合戦に、出場の話が来るが、歌詞の中の、クレパスが商標なので、クレヨンに変更してくれと言われて拒否。 このため出場を辞退した。神田川は、後に、東方において映画化されるが、主役のイメージが、歌と大きく違いすぎたと、南高説は話している。その次のシングルとして南高説が考えていたのは、22歳の、別れ家、名残きであったが、すでに映画化が決まっていたためレコード会社側が、一方的に決めた、赤超鎮をリリースこの曲からグループ名を、 かぐや姫に変更。その後も映画化の話が絡み、妹がシングルになるなど、アーティストの意思が無視されることが続き、それが原因で解散が早まったという。1975年4月12日東京間だ。協立行動で行われた解散コンサートを最後に、解散。南高節と山田パンダは、ソロ、伊勢正蔵は、風として音楽活動を継続する。 最後の2枚組アルバム、かぐや姫フォーエバーは、オリコン LP チャートのトップ100-286周、ランクインを記録した。1975年8月2日から3日から再結成。吉田拓郎、山本幸太郎らと共に、静岡県掛川市で12時間のオールナイトコンサート、つまごいコンサートを行い、5万人、警察発表では6万人の観客を集める。 南高節と山田パンダはソロ伊勢正像は風としても出演。1978年4月アルバムかぐや姫今日を発売し期間限定の再結成。1978年5月再結成コンサートを全国で行うパンダの誕生日5月13日には横浜スタジアムで行われた。この時の模様は年に ザ・カグヤ・ヒメ・ライブ・フォーエバーとして、LP 化され、95年に、CD 化されている。1980年6月29日から、木田康介、安倍春彦追悼コンサート、日比谷野外音楽堂で再結成。1985年7月27日から28日、吉田拓郎1ラストナイト・イン・つまごいにて、人よ限りの再結成。人生は、 流行りステップ、僕の胸でお休み、名残雪を披露。1999年8月8日から、南高設、サマーピクニックドリームで再結成。これ以降、各自がソロ活動をしながら、しばしば再結成することとなる。1999年12月31日、同年の NHK 紅白歌合戦に出演。神田川を披露。 2000年から2001年再結成コンサートツアー、ベストドリーミングを全国で行う。2000年10月新曲マキシングル、青春の痛みを発売。2005年8月6日戦後60年を記念して、広島市で再結成コンサート、広島60を行う。2006年8月各メンバーの故郷である、福岡県飯塚市と大分市で、ふるさとライブを行う。 2006年9月23日、吉田拓郎の呼びかけで再結成、静岡県掛川市で、吉田拓郎&、かぐや姫コンサート院つまごい2006を行う。9時間半のコンサートに、日本各地から3万5千人のファンが集まった。2013年山田を除いた南と伊勢の二人で、姫風として、コンサートを行う。 レコード化はされていないが、出身地大分県のテレビ局アブス大部放送で、放送される天気予報のジングルがある。スポンサーは、地元酒造会社の8日酒造で、現在でも放送されており、大分県民には、馴染み深い曲となっている。前日ダンミナミ公設が司会を務めていた、ラジオ番組に、難病にかかったファンの女の子からのハガキが来て、コンサートに行く前に、 自分は死んでいるだろうという内容のもので、南高説は涙柄に励ましたという。後日その子の友達という人から、はがきが来て、死が告げられたという。1975年4月12日に東京神田協立行動で行われた解散コンサートを録音した音源に、私にも聞かせてという声が入ったということが、別のラジオ番組での放送で、 コンサートの音源を流した子で噂された。また、その声を逆回転して再生すると、私もそこに行きたかったと聞こえることで、難病にかかったファンの女の子と照らし合わされ、話題になった。しかし、奇跡体験。アンビリバボーで、前日ダンでの女の子の話は、嘘情報ということを取り上げられた。現在は、コラムニストの竹内義和がマスターを所有。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。